これ見て、この毒、炎凍結からハザード、ハザード放射性物質か。これ一度でね、4回美味しいみたいな組み合わせよ。このメガロドンオロチってやつ当たったんだけど、これにさ、こう、あのスピーカーのやつ積んでみたの、ね、なんかどう見てもなんかどっかのさ、レイブ会場にあるなんかわけのわからんモニュメント、なんかあのLSD かなんか決めて行かれたやつが作ったさ、なんかモニュメントでしか見えない、ね。なんか、メガロドンって書いてあるけど、俺ツナにしか見えないんだよね。これ、マグロドンでいいんじゃないかな。マグロドン、あ、マグロドンか。マグロドン食いてえな。いや、もう、チンドン屋さんでしょ、これ。チンドン屋さんだ、これ。ルチャドールとアワーショットガン、やたら流行ってんなと思ったら、これ660円安いね。これは、ウェンダーと、これあれか。誘導マシンガンか。電子マシンガン。これは660円。なんか安くなったな。これ前買ったな、これ確か。クリムゾンホーク。660。この辺は相変わらず高いんだよね。ん？950か。なんでスピアとリディーマーなんだ。このさ、インベーダーでさ、チューブ機3つ詰めるバージョンのやつあるでしょ。なんだっけ、アルティメットなんとか？あれ探してんだけど、見つかんないんだよね。ちなみに、ルークと、この凍結武器のセットは、確か1400円ぐらいで売ってたの。前。さて、今回のセットアップはこのね、スナエル、まあ、レベル1だけど、これでどんだけ相手が凍るのかみたいな。見た目あれだよね、なんかこう、タコがなんか、サザエかなんかこう持って、なんかこう、なんか今日の収穫みたいな感じで喜んでる感じだ、これ。で、ベヘモスはいつもの欲張りセット。まずこの左右の、凍結と火炎というね、二つのこの相反する効果。プラス真ん中は、これ毒だね。ちょっと待って、これ、セスタス毒もなんもないな。なんか効果つくやつないかな。リディーマーにしたいんだけど、リディーマーだとちょっと、短いね。で、これバイパーとかも同じでしょ？毒だよね。いい効果のやつないな。よし、行くぞ。これあれかな、ステージによってさ、このステージは寒いから、敵が凍結しやすいとか、そういうオプションないの。おお、結構氷。やっぱ6個あると違うもんだね。おお、いけた。でもなんか多分あいつ弱い機体だな。距離では当たんないね。ん？なんか自殺してるやついんな、あっちに。あれはリンクス臭いな。距離当たんないでしょ。今ね、ホークのセットアップをね、レーザーのままにするか、この、凍結装備にするか迷っててさ。あ、これ結構いいな。敵のあの、シールド、この黄色いシールド、これなんだっけ、アンサイルって言うんだっけ。これ結構ね、簡単に突破できる。あ、自殺してる、自殺してる。お、ちょっと、二人とも自殺すんだもん。しかも、お前さ、いやー、オフィオン嫌いだな、相変わらず。なんか守られてる感だね。ん？あいつがヘッドして。そのままリンクスにやろうだな。あいだって。バカだよ。そしてこのリンクスは俺が。いや、やっぱりあれか。この変な黄色い盾貫通しないのか。いや、でもなんかあれだな。お、やべやべ。でもなんか動き遅くなったね。あ、一発で死んだ。あの、6個あれば、それなりに凍らせられると。で、ホークのセットアップ、レーザーなんだけど、レーザー、なんでレーザーにしてるかっていうと、あれさ、上から、
なんかでっかいビームみたいなやつじゃん。でその後に降りてきながらすぐに攻撃にするじゃん。でキネティック系だと降りながら攻撃するとね、ショットガンとか当たんないんだよ。ちょっとなんかこう欲張りセットどうだ。もうそんなんで肩詰めるかも。そんなんで肩詰めるかも。俺弾尽きちゃうんだよねこれ。なんか向こうのシール再生してんのはなんでだ。おお。相変わらずのこのチンドン屋。チンドン屋使い道ないなこれ。そもそもこの武器が射程が短すぎて、もうこのぐらいの距離でもう結構ほらやり合うじゃん、相手のリンクスとかさ。あ、ダメだこれ。ダメだこれ。そうするとほらもうさ、向こうのさ、あのニードルだっけ、スピアだっけ忘れたけど、あれのステークだ、ステークのもう射程範囲に入っちゃうんだよね。さてじゃあ次のセットアップ、とりあえずダゴンはそのまんま、まだちょっと実力をね見せてもらってないから。でこれはスムタ、これでどんだけうざい攻撃ができるかみたいな。でもう、振動屋さんはちょっとね、もう何やってもダメなんで、でさっき散々ダメダメ言ってたショットガンの組み合わせだけど、じゃあこれどんだけいけるのかっていう。これ結局エイムがさ、左右でも結構外すのにさ、上下に自分が移動しながらだと、絶対外れるんだよね。まあ全部レベル1だけど、まあやってみようか。さーて行ってみようか。どのぐらいコールか。あいつはエミリーだったな。とりあえずね、このゲーム実はステルスってやめた方がいいと思うんだよね。アブソーバーとステルスはなんかこうね、ロボットに乗って戦ってる感があんまないんだよな。それこそエイペックスがそういう、おいい感じでシールドアップずれているが、凍ってるか相手。凍ってね、凍ってね。全然ダメだ。シールドがある相手には弱い。はい、回復しよう。シールドも貼り直そう。なんかあいつは、ラピオンだよ。どうしよう。そう、それで、ホークにね、なんで、その、レーザー武器とか、こいつ撃ってほしいの。そういうの積んでるかっていうと、その、上下にさ、犬がさ、こう、ずれるじゃん。自分が、下っていくときにね。その、エイムがずれるときに、レーザー系とかこれもそうだけどさ、こういうビーム系だとさ、外れないのよ、エイムが。こいつ心得てるな、うっとうしいな。早く飛び上がれよ。うん、頑張る頑張る。なんか人やってる人やってる。ちょっと待って。お、結構簡単に凍った。ちょっと待って、後ろからなんか来てね、後ろから。お前。ふざけんな、この、卑怯者が。玉乗り的なね。よし。レーザーとかだとエイムがずれない。これでもずれないんだよ。このなんだっけ、スムタ？これはちょっと射程が500だっけ、短いんだよね。600ないよね。空飛ぶ系の機体がね。よし。行くぞ。しかもこれは曲がってるからいくらでも当てる。すっげえ。削れる削れる。すごいこれ。もっとね、このベヘモスだっけ？打たれ強ければさ、全然このセッティングでさ、やっていけると思うんだけど。みんなあんま俺を相手にしてないかもしれない。700ちょっと遠い。でも意外とこのセッティングありだな。これをね、セイレーンに詰めていくんだよね。めちゃくちゃ攻撃重視だよね。防御はもう全然ダメだけど、これにさ、なんだっけ、
あ、そうか、サイレンだとあれか、凍結効果つくのかな。当たってないな。なんか横からなんか来たぞ。おー。なんだ君。マーズか、あれ。バトルはあれ、マーズ使うやつってあれだな。キュウリ使う波になんか寒いっていうか。何が楽しくてやってんの？削れる。めちゃくちゃ削れる。おい。いずれことすんなの。しかもなんで全員で俺を攻撃してんだよ。そんなに俺は嫌いかお前。これすごい削れんな。これ立ち回りが悪すぎたな。なんで3方向からやられてんだよ。4方向か。そんな嫌だった俺が。そんな俺嫌い？ここで。あ、ちょっと届かないよ、ね。うん、届かないよ。そう、この降りるときにバンバンバンって打ちたいからさ。そうするとやっぱしこうね。エイムがずれちゃうんだよね、上下に。しかし、これこっさやばい。レベル上げてもこれすごい。ちょっと、なんだお前。お前さぁ。いや、スコーピオンマジでうぜえわ。よし、もう一回試すチャンスだなって。さてさて、行くか。まだ遠いな。全然遠いな。あの、レーザーのいいところってのは、この辺からでもビーンって当てながら近づいてって、で、上空にいるときにチャージして、で、また、降りながら当てられるっていうのがね、まあメリットなんだよね。ただ、レーザーの弱点は、その、シールドある相手に対してはほぼ、効果ないっていうか、まあ、弱いよね。遠いなぁ。ちょっと、あいついけるかなぁ。遠いなぁ。これは、やれるか。みんな早くね、なんか。このフォークの欠点、これだよね。ビーコンも取りに行けないし、これ。よし、今行ける。よし、行くぞ。本当はここであの、パイロットによって、サプレッション効果がつくからさ、もう、ちょっと足んない。取りながら、ドンって行く。これが、このフォークの必殺パターンなわけ。え、なんか、いや、俺じゃねえな、やったんだけど。もう一回やってみよう。チャージして。あー、ちょっとやばいわ。なんであいつの炎、あ、そんなとこ行ったの来る。弱い。いいよ、もう。はい、じゃあ続いてのセットアップ。これはね、前回試せなかったピナタ。ピナタで行ってみよう。前回ピンにしたんだよね。確か遠距離当たんないからね。で、はい。相変わらずのこれ。まあ、削ってみようと。で、前回ちょっと、やっぱショットガン系だと、飛び立つ前に攻撃をして、飛んでる間にチャージして降りて攻撃っていう、そういう旨味がなかったので、まあ、この、凍結武器だったら射程も600あるからいけるんじゃないかなと。じゃこれ行ってみよう。よし、行ってみようか。まずはピナタダグ。ちょうどあそこにね、さっきからね、スコーチャーかな？スコーチャーかなんかで切ってるやつがいるから、ピナタで駆逐光にアジャストやろうかなと。なかなか近づけないね。ピナタってこれ確か350mだよね、射程。短いな。ちなみにこれ、4回目に取り直して、全3回は、一発のワンパンの回復はあるけど、これ、リロード長っ。後ろからなんか来てるしさ。よしよし、リロードいいぞ。うまい。この野郎。いやいや、削れないね。ダメだね。あ、いかんいかんいかん。
これさっきのマーズのやつに打ってほしいんだけど、ダメだ。シールドある相手には全然ダメだ。なんでだろう。で、フォーク。フォークで、まあ、いついいや。こういって打ち尽くすでしょ。打ち尽くしたら、こうなると。で、アリセルト。なんか全然減らねえな、こいつ。なんだ、こいつは。存在してるのか。で、こう、降りながら同時に、こう、そうそう。この時に、キネティック弾系だとさ、エイムずれんだよ。なんか全然減らねえ。と思ったら、なんか、当たってなかったじゃん、これ。いや、当たってないけど、そういうレベルじゃないぞ、これ。クソ硬いな、これ。一応、まあ、凍ってはいるのか。ああ、縦にちょうど当たったね。もう一回やってみようか。こいつ相手にやってもしょうがないかな。全部レベル1なんだけどね。エネミー3。エネミー3なんか起きてんな。そういえばあの EMP だっけ、エルブス？エルブスでひたすらあの EMP 弾を撃ってるやつがいてさ、あれ結構強いんだね。なんかちょっとあいつ火力強いな。火力強いし、あの、もうあるしかないんだけど。立てておいて、降りながら、降りながら同時にこれでコロナ。こっちも。一応凝った。今、望みはあるな、これ。望みあった。で、これもこれ。あれ。これすごい削れんね、これ。これは面白い。面白いけど、いかんせん。このベヘモスが撃たれ弱いんだよね。なんか知らないけど。これ HP さ、28万もあるわけでしょ？なんか、5秒ぐらいで溶けちゃうんだよね。しかもこれマーク2だよ。一応。ちょっといい。あれはなんだ。遠いな、みんな。とりあえずさっきの凍結は結構一向の価値あるか。まあ、レベル上げてみるか。何度も言ってるけど、武器でレベル上げなきゃいけないっていうのはすごいだるい。ん？もう、N5。N5。こんな死ぬ。すごい削りてくる。なんだなんだ。これ書いたんだろ、これ。あ、見ますか、これ。近づいてくんねん。全然勝負にならないよ。ああ。じゃあ基本に帰ってモロット。全然いいとこ見せられてないんだけどね。何度も取り直してるけど。こいつは住めたのまんま。で、フォークはちょっとこのハザード武器に変えてみた。さあどうなるか。はい、じゃあ行ってみようか。モロットダゴン。モルダゴ。当たるところ。なんかすげえ削れてる。リンクスか、あれ。これあれだな。連発で弾削れるから、弾がね、シールド削れるから、それでこう、相手が弱体化するっていうか、シールドがなくなっちゃうんだね。それも結構面白いな。もうちょいレベル上げてみるか、これ。今6なんだけど。さあ、来いよ。どうしたらいいんですよ。来いよ。しかも、こうやっぱ、障害物がないマップで、ん？なんか一等しやついたな。やめろよ、それ2対1みたいに。お前2対1どころじゃねえじゃん、お前3対1なんだよ。あ、これダメだ。ああ。
なんか引っかかったな。なんかさ、音に反応してなんかみんなやってくるみたいなさ、動物じゃねえんだからさ。音がうるさいとこのバトルオーモードでね、なんかね、フリと、え、死んだ。おっそ、これ。さっきオフィオンいたんだよな。なんかいきなりみんなに集中砲火浴びて死んだけど。よしよし、こう。もうちょい行こう、もうちょい。これ、射程500だっけ、これ。微妙に使いにくいな。もうちょっとこのベヘモスに防御力があったらね、いいんだけどね。今作り終わってるあの、5スロットが完成したら、次はね、ビーコンラッシュ用にまた5スロット作ろうと思って。そうなるとこのタンク機械みたいなやつが結構大事だったんだけど、ね、いや、ちょっと減らないもんだね。高いなって。プランタムレーダーもさ、20秒のあの、あれが長いよね。多分やられんね。後ろから来てるのなんだ？ロブの音？アミスか。アシストにして。なんだろうなぁ。いまいちで変な人扱いどころないな、これ。なんだ、一応。特殊内容アピールか。あ、ニードルか、これ。ワープ。おぉ。頑張ってるな。マーク2でこんだけ弱いってやばいな、ベヘモスな。さて。で、ハザード装備のホーク。あれを、セラフか。セラフなぁ。最初見たとき、あ、これ強いなぁと思ってたんだけど、なんか急に弱体化したの。こうやって、削れる、これ。めっちゃ削れる。リロードが長い。おっと、詰めたらダメだ。ここで、ん？まず、これで攻撃しながら、リロード中にこう、この空中に上がるとき弱点、なんか固まってるぞ。おい。溜まってるけど、こう進みながらんで、こう打っていくと。ダメだ。まあ、レベルの関係でいまいち弱いよ。